さあ始まりました。どちらも黄色いロボットですね。あ、黄色ですね。どうぞどうぞ。お、黄色を使用しますが、リンクの手がきくれぐれも注意してください。さあ、ルヤが横歩きでいくが、どちらも移動相手に非常に近いロボットですが、ドリラはちょっとでかいですね。おーさあ、はい、ちょっと行きます。はい、まあ、通段、はい、通段で支給直してください。これは何でしょう。1回目の時は特に何もなかったので、何か問題があるとは思うんですけど、電気がなくて暴走してしまうという可能性も否定はできないのですけども、そうですね、やっぱもっと練習をして、まあいろんな状況によって対処できるようになる。そうですね、トラブルシューティングがやっぱ重要ですね、こういう災害においては。さあ大丈夫か、ドリダ大丈夫か、ドリダ、それでは行きます。はい、じゃあドリダは2ダウンということで、もうすでに後がなくなってしまいました。ドリル、ドリルをついてないドリラーですが、あーだーということで終了ということで、ワルトアスタリストもほぼ自滅で行ってしまった。あ、ドリラーの方も途中から調子が悪くなってしまいましたが、お疲れ様でした。ということで、ノバゴと勝利となります。おめでとうございます。